はいどうも、パルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は決起集会ということでね、大分長崎北九州の、決起集会の方やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、土曜日に長崎、日曜日に大分、そしてちょっと J3 の、開幕は先になるんですけれどもね、開幕が近づいてきたということでね、今年もこの大分、長崎、北九州に関してはこちらのチャンネルの方で全試合プレビュー、レビューの方やっていきます。で、大分に関しては日曜日にゲームがあるんで、これはあの同時視聴生放送、 YouTube の方で同時視聴生放送の方をやろうと思っているんで、よかったら、お越しくださいということでございますけれどもね、じゃあ早速今回やっていきましょうかね。まずこちら、じゃあ長崎に期待することということで、一応こんな感じでねやっていこうと思っております。で、長崎にやっぱり期待したいことというのは勝ち点85ですね。昨年、まあ、昨年だけじゃないけども、ここ近年の J2 の勝ち点、まあ昇格ラインですね、昇格のラインというのはやっぱりこう勝ち点80を超えないと厳しいということがあるんで、まあ、長崎ね、勝ち点85はやっぱり目指してほしい。この勝ち点80を超えることによって昇格というのは現実的になっていくと思いますし、まあ、戦力的にもね、J2 にいていい戦力ではないんで、やっぱりこうね、勝ち点80を超えて昇格というところをやっぱ期待したいところですよね。で、もう一個は、ね、やっぱり開幕のスタートですよね。この2年間はちょっと開幕スタートに失敗している、まあ、スタートダッシュに失敗をしている印象がどうしても強い長崎になってきますんで、まあ、3勝1分け1敗ぐらいかな、負けて1回、まあちょっとね、先の5試合の対戦カードの確認全て終わっていないんだけれども、まあ、どんな対戦相手であれ3勝1分1敗というのはやっぱり最低限クリアしてほしいラインにはなってきますんで、ここはやっぱり期待したいところにはなってきますね。で、あとやっぱ外国人選手の爆発ですね。昨年やっぱ1年間通して回遊せざる選手のコンディションが上がらなかった、まあ、本当ねスーパーな潜在能力を持っているんですけれどもね、ただしやっぱこうコンディションが不安定な分というのが昨年も出ていて、まあ、本当ね毎年ね回遊せざるに関しては不安定な時期っていうのはあるんだけれども、しかし昨年はねほとんどこうコンディションがいいなって思う試合はなかったっていうのが、海洋セザル選手の印象にはなってきますんで、まあ、中盤本当ボランチって近代サッカーではね、重要なポジションになってきますんで、この海洋選手が、今年どんだけやるかどうかというのは一つ期待ですしね。で、あとバウド、新加入バウド、ね、ここにもやっぱ期待したい。まあ、昨年の長崎というのはディフェンス面の崩壊がやっぱり顕著に出ていたんでね、そこでまあ個人でしっかり跳ね返すことができる高さがあるバウド選手の活躍というのはちょっと期待したいところにはなってきますよね。で、あとは日本人選手でいうと桑崎とか、笠柳選手、この辺の成長には期待したいところですね。まあ、桑崎に関しては昨年の、ね、町田ゼルビア戦の、ゴールが印象的で、ね、あのクロスか、シュートか分からなかったシーンの、得点ですけれどもね、まあ、試合後のインタビューで本人はいやクロスですとはっきり言っちゃったんですけれどもね、まあ、そういう、ね、桑崎、まあ、僕は、まあ、今年長崎の心臓に、なるべき選手と思っているんで、この桑崎がどんだけ、やることができるかどうかというのは一つ注目点にはなってきますね。で、あとは笠柳選手の成長ですね。この選手も昨年、シーズン終盤出番が増えてきて、まあ、インパクトあるプレー見せました。まあ、得点関与はそんなになかったと思うんだけれども、しかしまあこの個人の、能力の高さというのを発揮してくれた感じがしますんで、今年は本当サイドアタッカーの頃結構激戦区、まあ、増山選手がいて、クリスチャンノがいて、名倉がいてとか、両サイドハーフは結構激戦区になっています。まあ、さらに宮城選手もいますんで、ライバルが多いところになってきますが、そんな中で、まあ、スーパーサブでもいいんですけれども、いや出番増やしてほしい選手にはなってきますね。で、全てはそう J1 自動昇格、ここに期待をしたいというところですね。で、まあ、注目選手で言うと、まあ、さっきも言ったんですけれどもね、やっぱり桑崎選手にはなってきます。まあ、この選手がどんだけチームを、循環させることができるかどうか、さっきまあ長崎の心臓になるべき選手って話をしたんですけれどもね、まあ、本当その通り、まあ、心臓の機能と一緒で、どん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 、まあ、血液循環、チームを活性化、させる、そういうプレーに期待したいところでありますけれどもね。はい。
そしてじゃあ大分、ね、大分に期待をしたいことというのはこんな感じですね。まあ、大分も一緒ですね。勝ち点80以上、これやっぱり、目指してほしいところになってきまして、僕の理想としてはやっぱり長崎と、1位2位ワンツーフィニッシュが理想ですね。これがね、長崎が2位で大分が3位で最終節なんか迎えられた日にはどんなテンションで僕は、このチャンネルで喋ればいいんだっていうね、何年か前にもありましたけれどもね、長崎福岡北九州が J1 昇格を、目指して、ね、秋口まで突っ込んでしまったね、あの時の僕の喋りづらさってなかったですからね。なんかありますんで、この長崎のワンツーフィニッシュで、ね、昇格をしてほしいところでありますね。で、あと個人タイトルで言うとやっぱサムエル選手の得点王ですね。まあ注目選手ですよね、この選手。ただなんか寒さが苦手なんですか、この選手はね。なんかね、冬の時は結構コンディションが落ちてしまって、この日本の寒さに対応できなかったみたいな噂も聞きます。これ本当かどうか分かりませんよ。なんかそういう話も聞くんで、今この2月の開幕というのがどんなコンディションでいるか分かりませんがね、本当外国人選手って難しいですよね。この日本の、ね、この寒暖差激しい1年間で戦うのは相当難しいと思うんだけれどもね。しかし、まあ、サムエル選手が1年間安定したパフォーマンスを残すことができれば全然優勝とかもあり得ると思いますんで、サムエル選手の得点をその時に大分が本当自動昇格を決めることができると思うんで、期待したいところにはなってきますね。で、あとは若手の台頭ですね。まあ、昨年は弓輪選手が出てきましたね。まあ、ボランチ、本当今年キャプテンマークを巻いてもいいぐらいの、ね、堂々としたプレーを見せてくれたんですけれどもね、今年は同じボランチ安田選手が、安田選手に関してもね、年齢的にはまだまだ将来性ある若手ぐらいの立ち位置なんだけれども、ただ今年はね、もっとプレー時間が増えそう、伸びそうな感じもするんで、ちょっと弓場、安田、このコンビの活躍にも期待したいところにはなってきますけれどもね。まあ、そこにボランチでなんか野村選手がボランチをやってるみたいな噂も聞きました。コメント欄で聞いたんですけれどもね、ってのもありますし、まあ、新加入池田選手もボランチのとこいますんで、どういう争いが、まあ、繰り広げられるか非常に注目ですよね。で、おそらく右のウィングバックとして入るんじゃないかと言われて松尾選手ですね。各地で結構評価高いようなんで、この選手にも注目をしていこうと思ってますね。まあ、全体のまあ注目選手で言うと、やっぱサムエル選手にはなってきますよね。この選手、本当破壊力がありますんで、まあ、この破壊力とか、まあ、パワーとか、ね、このフィジカル能力で言うと J2 屈指のものがありますんで、本当今年の中心はまあサムエル、もしくは長澤選手、この辺がどんだけ点を取ることができるかどうか、まあ、間違いなくフィニッシュ能力が高い選手ですよね。このサムエル、長澤にしてもフィニッシュ能力が高い選手にはなってきますんで、じゃあこの選手たちにどういう風にいいボールを供給することができるかどうかというのが一つ鍵になっていくと思うんで、期待していこうと思ってますけどもね。はい。そして北九州ですね。まあ、北九州に期待したいことというのは、やっぱ得失点差プラス10というのは目指していってほしい。昨年は前半戦なかなか点が取れなかったですもんね。あの、多分6月の相模原戦というのが北九州に関してはね、昨年のキーポイントっていうのが僕の中で 今もずっとあるんですけれどもね。昨年のアウェー相模原戦でそこで結構点が入ったんですよね。点が入ったんだけども、今度逆に失点が増えてしまったっていうのが、多分昨年のアウェー相模原戦6月とかそれぐらいの、試合だったと思うんですけれどもね、ってのがあるんで、今年は本当エンジン全開、最初から得点量産な感じでいってほしいんだけれども、選手の入れ替えが激しくてどうなるかちょっと未知数な部分があります。もちろんこれ J2 昇格というのは一つ目標にしていってほしいとこですけどもね、ってのがあるんでね、まあ、今年から田坂監督ですね、名将田坂監督がね、就任していますんで、誰をまあこの監督が、中心としてチームを作り上げていくかどうかというところになってきます。で、まあ一つ飛ばしましたけれども、平山選手の覚醒ですね。これにも期待していきたい。昨年終盤、ね、秋口ぐらいの活躍というのは、本当北九州のサポーターからも大きな注目を浴びたこの平山選手になってきますんでね。で、多分平山選手とツートップとか、まあ、縦関係になるであろう前川選手ですね、のサポート、ここにも期待したい。まあ、前川選手はどんな選手と組んでもね、ある程度、まあ、その周りを生かすっていうのができる選手にはなってきますんで、この平山と前川、本当いろんな経験をしてきた前川と平山、そしてこの2人のコンビがどんだけやることができるかどうか、まあ、前川の本当熱いサポートがあって、この若い平山が結果を残すかどうかっていうところになってきますよね。で、あとぜひとも個人的にはカルドナ選手の分も平山選手には頑張ってほしいというのがありますけれどもね。で、
あとは新卒選手の活躍ですね。まあ僕は本当新卒選手って詳しくないんですね。まあ実際のプレーを見ていないんで話せる選手というのが単純にいないだけであるんですけれどもね。まあ選手の特徴だけ話すことはできるんだけども、まあ実際にこうね、どんな選手か自分の目で見てみないと、話せないというのが多分それが普通と思うんですけどね。というのがあるんで、あんまり僕は新卒選手に関しては期待はしているんだけども、まああんまりこう深くは、話さないようにはしています。で、そんな中で結構多くの選手は北九州は、大卒とかね、新卒選手で加入しているんで、そういう選手の活躍誰が、出てくるかどうかというのは楽しみではありますけれどもね。で、まあそんな中でやっぱ注目選手は前川選手にはなってきます。まあ平山の覚醒って話のところでも少し話しましたけれどもね、この前川選手がどんだけやっぱチームを、勝たせることができるかどうか。まあ前川選手もね、結構北九州に来てから、長い時間が経とうとしていますんで、酸いも甘いも経験してきて、この、前川選手がどんだけこれ、絡むか、本当そこは期待したいところにはなってきますけどもね。はい、ということで以上になりますね。以上、パルプンテ J サッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶよ。